こんにちは、ひろかです。今日休みだったんですが、今車に乗って八尾港に行こうと思ったら、キーが効かなくて、で中開けてキーボックスにキー入れてエンジンかけようとしたんですけど、全然うんともすんとも言わなくて、おそらくバッテリーが上がってるのだろうということで、ただいま JAF をお願いして待っています。そんな最中ですが、アイスのご紹介です。これロイズアイスデザートスティック、これ半端なく美味しいんです。昨日初めて食べたんですけど、すっごい美味しいんですね。お値段230円ぐらいで、ちょっと高い、ちょっとてか高いです。でもその価値あります。だらん、炭水化物 25g です。 25.9。 これね、このパッケージ見てもらうと分かるけど、中にねチョコが入ってるんですけど、私この中にチョコが入ってるシリーズ好きなんですね。あのパリってやって、で中もパリッつって、でそういうアイスだと思って昨日食べたんです。昨日より美味しくない、硬い、なんでだろう。昨日より硬い。本当だったらこの中のチョコクリームがもうドロンってなって、わー美味しいっていうとこだったんですけど、昨日冷蔵庫から出してすぐに食べたんですけど、そのドローンだったんですけど、今食べたらちょっと昨日より全然硬いです。多分サンクスの冷蔵庫効きがいいのかな。うん、ちょっと待とうかな。はい、というわけで今しばらく待って、このチョコがいい感じに戻ってきたんで再開します。なんかだんだん分かんなくなってきちゃった。もっとね、もっとドロッといけるんですけど、まあどちらにせよ、あのパリって食べて中もパリってするやつとは全然違って、チョコクリームっていうのが中に入ってるんですけど、もうね、外もチョコだし、この中もチョコアイスだし、でこの中もすんごい美味しいチョコだし、やっぱロイズのチョコ自体がすごい美味しいんですよね。うん、ただ言えるのは、限界まで柔らかくしてから食べるのをおすすめいたします。というわけでロイズのアイスデザートスティックのご紹介でした。じゃあね。